ではサリンをですね弾頭につけて、この着弾させるという能力については、すでにこの北朝鮮は保有している可能性があるわけでございまして、先般、シリアにおいてですね100名近くの赤ん坊や子どもたちも含む向こうの民が犠牲となったわけであります。ああした現実をしっかりと踏まえながらですね、それはさせないといういわば抑止力をしっかりと持つべきで、あろう。いわば今のまま国際社会に挑戦を続けていけば北朝鮮には未来がないんだということをですね、北朝鮮に理解させなければならないわけです。